スってなん、ツイキャスで放送しますって表現。あ、ライブ配信。あ、ライブ配信か。ツイキャスでライブ配信か。うん、配信します。あみちゃん、レッツゴー。今日何の話す？何の話します？ちょっと振ってよ。あ、イベントのこと振ってもいいですか？うん。記憶が曖昧だよ。もう早い。あれですよね。流れ星の話じゃないんですか？あ、そうだ。流星群で、ね。で、曲も流星群だもんね。そうですね。あれ、接近のことさ、英語でコンジャクションだっけ？あれ、豪華。ちょっとかっこよく言いたいなと思ってね。あ、もうこれ始まってんの？あ、一応配信は始まってるんですけど、今はまだ大丈夫です。じゃあ今からもう出現は、そうなの、NG ってことですね。気をつけないといけない。この顔がめっちゃ面白いんだけど、今日はそう、なんて言うかなあ、そういうマッサージはどうでした？あ、受けてきました。聞いた？いや、聞いてるんじゃん。だってもうほら、ピンピンしてんじゃん、はい。なんかさ、なんかね、陶器みたいじゃん今日。陶器、あの、いい意味で、いい意味で、いい意味で陶器。ジョン、あ、なんだっけ、陶器、あの、瀬戸物みたい。瀬戸物、作り物ってことですか？このさ、うん、この T シャツさ、すごい可愛いですね。あのニコアンドっていう店あるじゃん。はい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 。で、あそこのなんかお前好きだろって言ってさ、あれ回してくれんじゃん、うんうん、インスタが上げてきてくれて、はいはい、おすすめみたいな感じ。カッパとかネッシーの T シャツ。あ、やっぱネッシーか。そうそうそう、あってさで、でニコアンドなんてね、はい、若い頃はさ、なんか行って、うんうん、あ、雑貨かわいいとか言ってたけどさ、確かに確かに、もう何十年も足すら踏み入れてない場所にさ、行ってさ、で、サイズありますかって聞いたらさ、うん、店員さんがみんな、ね、いい人でさ、はい、で、なんか、こわっつってちょっと緊張したっていうね。ただのなんか、コミュ障じゃないですか。言い方だろ、それは言い方があるぞ。それはマジで言い方がある。コミュ障ってコミュニケーションが苦手な人ってことでしょ。うん、なんかそういう方ってあんま店員さんに話しかけられるの得意じゃないじゃないですか。ちょっと待って、私昔アディダスで働いてたってことは逆側ですから、はい、でもやってたのに、うん、だから分かる、あ、これ在庫余ってるんだなとかってなんとなく分かるじゃん。だけどなんかいい人だったら買ってしまうのよね、昔から。うーん、人は人は、あ、この色俺あんま合わないなと思ってても、なんか、ま、買ってみるかなってなって買ってしまうことが多かった。それ後悔しないんですか？あ、やっぱ違うな。するよ。するんかい。でもなんかね、あ、なんか断れないとか、ね、赤い T シャツとかさすがにさ、どうやっても俺は使いこなせないけど、はいはいはい、赤い T シャツ。でも上手にね、着れるって人も うん、いるじゃん、もちろん。だけど、ね、確かになかなか、うん、その時いいなと思って買っても、そうそうそう、着れないって、あります、あります。何の話だよ。特製のビン。あ、そう、今日ピーちゃん、今日なんかちょっと新たな発見なんですけど、なんか今日佐賀のデートスポットをラジオで話してたんです。佐賀、 あったの、佐賀って。あったあったあったあって、どこ、まあ、宇宙センターみたいなのもあったんですよ、うん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 、そこをおすすめされて、そうそう、あとは、まあ、佐賀かやったんですけど、いろいろ唐津焼き、あ、唐津焼きとか、ね、焼きも一緒に作ったらいいじゃんね。でも送られてこないか。あ、でも私が考えたプランはそれ入ってました。時間なくてしょうがない。私が考えたプラン、なんかまた我が出てきたよ。それで新しい発見は何ですか？新しい発見が、佐賀の曲について調べてたんですよ、うん、その SAGA 佐賀、
もあったんですけど、実は水星さん、あのいるじゃないですか。あ、水星さんが歌ってる。どの水星？水星？あのこの曲、星見るでも。あ、エンディングテーマ。あ、そこじゃなくて、アーティストの何水星でしたっけ？星町水星？星町水星さんが歌ってた。え、星町水星って佐賀なの？違うでしょ、宇宙でしょ、出身。そうそうそう、だけど、なんか佐賀、ゾンビ佐賀っていう佐賀を盛り上げるためのアニメの、その あったね、ゾンビランド佐賀。そうそう、それの曲を歌ってたのが水星さんだったんです。あ、そうなんだ。っていうので、ちょっとなんか、と思ってびっくりしました。七井さんのところにずっと矢印が来てとかしちゃう。じゃあ始め、はじめ、あれも。あ、時刻は深夜0時30分回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオモード。佐賀か、いいね。そうです、意外とちょっといいとこがいっぱいあって。バルーンフェスが。あー、行きたい。なんか10月、今年10月末から。バルーンフェスって何？風船飛ばすってこと？秋だっけ、あれ。そうらしいです、今年は。あ、今年はなんだ、うんうん、あ、行きたい。あれってなんか競技なんですね、うんうんうん、初めて知りました。あれ、気球飛ばすだけなのかなと思ったら、あ、気球が飛ぶんだ、風船じゃない。そう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 、気球なんですよ。めっちゃ綺麗で幻想的です、うんうん、行きたいなと思って、うんうん、確かにいいね。やりましょうか、ちょっと3分早いけど、うん、3分までじゃん。 20? 23分までです、うん、別にこれなくてもいいし、うん、そうですね、ちょっと声だけ。アミちゃん出していきます。はい、どうぞ。時刻はごめんなさい。すごいよね、練習させたんだ。なんかパンパン、あのフライングした、乗ってないからね。俺全然さ、なんかミス全然違うとこ。スターターの方でのフライングだよね。パンパンって2回打っちゃっただけでしょ。いきます。はい、時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオ。皆様こんばんは。こんばんは。さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史です。そして私が星空エンターテイナーの七重です。そして腰が良くなってハッピーのミキサーのハーキュリーズマナです。お願いします。さあ空見るラジオ、思わず皆さんと星が見たくなるようなラジオをお送りしておりますが、合ってるよね。合ってるよね。なんかね、今日間がありますね。そう、いやいや、それはそう。だってさ、今日スタジオ違うでしょ。そうですね、いつもと画角がなんか取り調べ室みたいなところで今やってます、うん、あ、そうです ね、ほら、七重さんだったって言ってるからね、今。そうですね、マナちゃんによる。マナちゃんによる。話してない、閉鎖的ですね。カツ丼、カツ丼、カツ丼くださいよ。カツ丼かとし取り調べて。取り調べ、今でもカツ丼なんですか。今でもっていうか何、今違うの、ケバブとか出てくるの。分かんない、なんか今だったら何でも出そうじゃない。確かに何出てくるの。ウーバーイーツで。そうそう、いや出さないでしょ普通。分かんないけど、そうですよ。だってカツ丼もらえるんだったらね、それでほだされちゃうっていうのをよくあれですけど、これ音楽は今流れてるわけではないけど、流れてるということですね。そうですね、後付けで。後付けで、おー、かっこいい。何、腰治ったの？そんで。あ、そうそう、先週腰痛いとかって言ってます。腰痛いって言ってた。マッサージ行くぐらいで。あ、へえ。そうそう、その後にやっぱり急遽あの予約して90分、うん、90分、結構しっかり豪華だね、はい、そしたら意外となんか、あ、良くなってるねって言われて。あ、そうなんだ。そうそうそう、体の調子が、へえ。やっぱちょっと散歩始めたっていうのもあって、あ、ウォーキング。あれ、それなんか前も言ってなかった、散歩。あ、そう、や、散歩っていうか、まあ、ジム内を歩くんですけど。ジム内を歩く。じゃあ言い方間違えた、あのあれランニング、うん、マシンマシンやんじゃん。ああ、散歩ってなんか俺なんか散歩って違う、散歩って家からさ、ふらーっとなんかそこら辺行ってさ、猫がいるねとかって言いながらやるのが散歩でしょ。あ、そう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 。でもそれも前やってたよね、ちょっと早起きして。そう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 。あ、早朝なんか歩いてたよね。やってたけど、それが一回終わっちゃって。でも暑いもんね今は。そう、終わっちゃって。でも結構前ですよね、それ。うんうんうん、うん、それが終わって、うん、で最近は朝ちょっとジムに行って。へー、朝ジムに行くんだ、すごいね。この1週間ですけど、なんかミリタリーの人たちと同じ鍛え方してんだね。はい、4時ぐらいに起きて、はい、走って。4時じゃないですけど、そう
です。なんで4時って言ったちょっと同感しに行く同感、共感共感ですね同感って同感、まあでも同感の方が分かりやすいよね、漢字で言ったら同じ感覚でしょ、同感同感言わないかすごいね、今日も吹っ飛ばしてますね、はい、今日だからとだからこれ、はい、今映ってるのは私と七井さんがこうね、はい、横に並んで映ってますけど、はい、向かい側にまなちゃんがいるから、はい、本当になんか面談みたいな感じですよね、うん、確かにいつも結構ちょっと距離がありますね、うん、いつもスタジオだと、あ、そう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 、で斜めに見るからね、だからあれだけ俺は七井さんの方いつも向いて座ってるけど、三者面談ですね、三者面談、それで懐かしいじゃないよ、あのさ俺らあのいつもお世話になってるアマワリパークさんに行ってさ、そんであのね、あれ今日持ってくればよかったね、あの初めてパーランクー作りっていうのやって、あ、めちゃくちゃ面白い、ツハ、ツハ三神店さんでね、名前あってね、ツハさんの、ね、あのそう、うるま市にあるね、名店、ツハ先生が、あと娘さんの千秋さんがね、あの一生懸命教えてくれるんだけれども、めちゃくちゃ面白かった、あの、牛の皮張ってあってさ、パーランク、でそれどんどんキュッキュッキュッジャッキで上げてってさ、パンパンにするのよ、で、秒で止めるっていう、まあ工程で言ったら2個なんだけど、すーごい面白いのこれが、ほんで待って待って、この方に目がいっちゃうだけこれおこと写真俺知らないな、これ何か持ってるの、これあの違う、渡してくれたんです、津波先生があの切ったの余った部分の皮を渡してこうやって渡すから、なんかじゃあこれは俺そんななってると思わなかった、もっとなんか綺麗に王冠みたいになってると思ったけど、走ってきた、なんていうの、オリンピックであるじゃないですか、聖火ランナーみたいな、そうそう、で自由の女神とかね、そういうか、だから自由の女神っぽくない、パランク、パランクだけどタイム、おーでそほんとね、すごいしっかりできた、あ、いいね、そうそう、こんな感じでね、え、本物っぽい、で本物なんだよ、本物、本物、超本物、使えるんだから、うん、本物を作るの、缶から三振とかの缶じゃなくて、これはもうパーランクは、パーランクを作らせてくれるのよ、すごい、で教えてくれて、でやっぱ音いいよ、音いいよね、鳴らした、俺家でさ思わずなんかパンパンパンってやっててさ、だからなんか本当緊張迷惑な、でもその時にあのいつもあのお世話になってるから、もう知り合いも知り合いね、もうお友達ぐらい仲良くさせてもらってるアマワリパークの人たちに申し込みをした時に、あの言うんだそれ、言う、あのね、言われたの、なんか親子でご参加ですかって言われて、で親子に見えますかって言ったら、うん、年が離れた親子ですね、ちょ待ってって、待ってって、あ、年近い親子だったらまだ100歩譲って、100歩も譲っても俺はダメだと思うけど、若い、年が離れた親子ですねって、いや離れてないよ大して、だからなんか七重さんが下に見られて俺が上に見られてるってこと、いや違う、そうじゃ、そうじゃなくて、七重さんがお母さんなわけないでしょ、そりゃそうだそっちは面白すぎるね、そういうので、まなちゃんが今日は先生ですね、あ、そうだね、はい、まな先生でお願いします、はい、でも先生って言われることってあった、うん、ありますか、 でもあるあるある、子供たちに言われる、うん、なんかいいですよね、なんかこそば言いけどね、うん、先生って、私も教育実習やった時に、あ、そっか、そ、初めて高校生、大学生だったから、その年も、うん、そうだけど、なんかまな先生って言われるのが、あ、すごいいいこれと思って、それなんかあったの、その、はい、教学だっけ、まなちゃんとか、あ、教学です、教学です、あ、本当、何にもなかったですね、いやでも分かんない、向こうは、あ、まな先生なんかいいよ、でも絶対あれ彼氏いるからやめとけよみたいな、そういう会話あったんじゃん、まず男の子があんまりいなくて教学だったんです、あ、そうなの、そう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 、へー、すごい、なんか女の子と恋バナっていうのか、あ、そういうのってね、教育実習ならではだよね、それで行くとさ、俺も教育実習行ってるんだけど、はいはいはい、あの男子校だから俺の時だ、最後だからラグビーの部の生徒もね、いる学年を持たせてもらって、クラスを持たせてもらったけど、はい、その子らがクラスでみんなでお金出してくれて、うん、ネクタイとあとなんかね、もあのお花買ってきてくれて、その時にもう俺ね、あのまあ今でもそうだけど、自分でね、あの神話喋ってて泣いちゃうような人間だから、あの、はい、
でその時に渡してくれて、でもその時多感な時期じゃん、まだ22だから、ね、人前で泣くなんてことはしたくなかったんだけど、うん、生徒が涙腺、俺の涙腺を崩壊させたセリフっていうのが、うん、先生俺らの前で泣いていいっすよ男前かっこいい、すごいラグビー部のね上手ないいあの選手だったけれども、はい、一緒にだから朝授業ずっと始まって、うん、帰る時までずっと一緒な子が何人かね、うん、クラスにいるから、ね、一緒に汗も流させてもらっていい経験だよねあれね。いや本当になんかそうそうそう、あんまり教員目指そうと思ってなかったけど、うんうん、あこれいいかもなって思いましたね。いや呼ぶよマナ先生って、マナ先生、マナ先生学校所がいいですそれでいくと七重さんなんてさ、この前あの俺は見てなかったけど、なんか七重さんって言ってなんかファンの人、うん、七重ファンはさいつもなんか影に隠れてるのが七重ファンじゃん、表にあまり、そう、俺にメッセージ送ってきてきたりとかさ、ね、あの公式の方には DM 送らずに、うん、この俺の方に送ってくるのが七重ファンで、うん、もう表に出てきて、しかも女性なんでしょ、へえ、男性だった、何の話してるんですか、あれ七重さんのファンの人が来てくださったっていう、あの七重さん、そう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 、そう、でも、うん、その会場で言ったらね、やっぱりね、うん、僕のこれはもう自慢にしかならないマナちゃん、マナ先生すいませんですけど、はい、僕のついてくれてる子供たちのファンがいるんですよ、うん、でそのファンの子たちが、うん、俺ちょっとねわざとね、この会場にね遅く顔出したんだけど、そしたらね、うん、子供たちがマジーマジーってやりやすかったよっていう話、やりやすかったもうなんか怒号のようにね、マジってちっちゃい可愛らしい天使のような、天使のような子供たちがね、なんかマスコットキャラクター化してます。何何を何を違うでしょ、違うでしょ、だから違うでしょ、弱違う違う違う全然違う、夜遊びいくらちゃん的な俺は感覚でいたけど、え逆にえドミキふざけ倒してるな何が先生だよふざけやがってさあ、じゃあ一旦曲に行ってみたいと思います、はい、ペントハウスさんで流星群。めちゃくちゃすごい、こんな近いと面白い、ね、今音楽流れてんだ、はい、あ、そうですね、ちょっと、そうですね、すごい痒いんだよ、いや、もうまた蚊に刺された、いや、刺され放題、なんかもう、何箇所だ、もう多分20ぐらい刺されてる、七井さん、2って、いや、そっちに行ってるんです、4に増えましたよ、いや、4対20ってね、マジさん、何型でしたっけ、ええ、ええ、あ、ええ子、ほうほう、七井さんも A ですか、はい、お同じ A だけどこんなにも違う、うん、やっぱおあれですか、体温高いとか、うーん、動いてるからね七井さん常に、あ、蚊があんまり滞在しないみたいな、蚊を避けてるので、そう、雨も避けれるし蚊も避ける雨も避けるそう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 、マナちゃんはまだ刺されてない、刺されてないでしょ、外に出てない、あ、蚊かな、刺されたらすぐ分かりそうね、そうですね、分かる分かる、ね、白いし、そう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 、まあ、何分ぐらい、いきます、うん、いこうかな、はい、さあこれね、いつも七井さんがさあって言ってくれるところですけど、今日ね、ね、真奈さんの手元に釘付けになっておりました、うん、あ、今ね、そうそう、綺麗な、ずっとね、どうせ携帯いじってんだよこの人、どうせだって、違う、俺言うよ、ね、これ深夜の放送だから言っちゃうけどさ、あの他のスタジオの時もうでずっとインスタいいね回りしてるんだこの人は、怖、人の携帯の画面見てるの怖、じゃ指では指で予測するとね、いや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 違いますよ、あのね、スマホで音楽流したりするから、うん、あと最新情報をチェックしたりとか、素晴らしい、最新情報をチェックしてるんだ常に、あのソラミルさん の, あの星遊びのイベント、うん、最近いいのが終わったって聞いた、あ、そうそうじゃあ何が終わったんですか、何が終わったんですか
我々も急げ急げ早く言うなきゃ言うてね本当にねあった早い早い本当ブレイキンのねあの解説の人だったらねマナちゃんレッツゴーって言ってるよもうレッツゴーということであ、流れ星のあ、そう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 。いや、あのね、間に合ったね、ギリギリ。だから今日が、今が収録14日です。だけど、15から16の夜です、ね。そうか。はい、あで、だから、10、11、12って、すんごいイベント、なんつうの、まあ1年で一番忙しくさせてもらう週末なんだけど、うん、夏の、あの、流星群っていうのがさ。で今年は流星群だけじゃなくてまず10日に糸満平和創造の森公園、ここ星がめちゃくちゃ綺麗な場所なんだけど、だからあの七井さんがつけてくれたタイトルは何々の星まみれっていうタイトルで ねいつも売らせてもらってるんだけど、うん、その星まみれの会場は8月10日今年旧暦七夕だったんだよ。で流星群も来てて、はいはいはい、でもそれよりもまあラジオでも言わせてもらったけどあのスピカの食、一等星の食が起きてるっていうことがあって、うんうん、すっごい俺も期待していって、はい、で残念ながら食の入るところは傾いきちゃって見れなかったんだよ。だけどその後傾いの後って空気中のゴミが落ちるからめちゃくちゃ空が綺麗になるの、でお客様に望遠鏡1台ずつグループで1台ずつあの貸し出しをさせていただいて、はい、でそれでお客様と一緒に雲の隙間から広がる美しい空をみんなで望遠鏡で捉えるってやつでね、アンタレスっていう赤い星も綺麗って言ってもらえてたし、はい、あとは何やってもあれだよね、その終わった後出てきた後の食が終わった後、だからなんかお客様がねポロッと食後ですねなんて言ってくれたけど、まあ、もさに食後のさあのスピカと月だからね、前も言ったけど太陽の8倍以上の大きさのスピカっていう星が太陽の400分の1の月に隠されちゃう、それは月が近くてスピカが遠くにあるからだよっていう宇宙の奥行きをダイレクトに感じられるそんなイベントだったんだけど、これ面白かったね。であとねあの平和創造の森公園のスタッフの方たちがねめちゃくちゃもう雨になったら走り回ってね全部機材をバッて片付けて、で室内でもちろん俺もいろいろやらせてもらって、室内というか屋根の下でねやらせてもらって、でお客様も残ってくださる方はしばらく延長して残っていたりとかする、とってもいい日になって、次の日はおなじみ中城城跡で御様が見た空を我々も見るということでしたけど、ね、お時間の関係でまたどこかでこれは紹介したいんですが、何を置いても県民の森だよね、12日ピークの日めちゃくちゃすごかった、なんかすごい歓声が、歓声もずっと歓声、でもねいろいろね嬉しいこともあってね、お父様方がね俺帰り出口のところにいつも七井さん立ってくれて、僕子供たちと遊んでるんだけど、今日僕ね七井さんいろいろとお客様とお話をされてたから、はい、じゃあ俺出口のとこ立とうと思ったらさ、お父さん方が流れ星、お母さんってじゃあ流れ星すごかったですねって、本当ですねっていうか、お父さんたちが俺の耳元来てめちゃくちゃ笑わせてもらいました。これ一番嬉しいよね。そんなしっとりさせる日じゃないから。あ、そうかそうか。結構じゃファミリーが多くて。そうそうそう。だからお父さんたちが結構言ってってくれて、でいやお客様が盛り上げてくれただけだよと思ってるけど、俺はいつも通りのことやってるだけだけど、お客さん特に男性陣のいつもは子供たちのキャキャキャっていう笑い声だけど、その日はお父さんたちのもっと素敵な笑い方だよそれは , 笑い方だったよね。そうでもね嬉しいのがね、なんか星のねボランティアをやってる福岡県から来てる子供お子さんがいて、で終わった後ねなんかしばらく残って流れ星見てたから帰り送ってたんだけど、駐車場も、そしたらさなんか最近この星を楽しむ、まあ、4年生ぐらいだと思うんだけど、なんかあんま面白くなくなってきちゃってたんだって。簡単に言うと、もっと丁寧な言葉でね俺にすごい大人の会話をしてくれる子だったんだけど、だけど今日来てなんかまた欲しい楽しいって思えたから、明日からまた一生懸命お勉強しますって言ってた、ありがとうございましたって言って、素敵、素敵すぎるな。
ね、分かんないことあったらって、なんかまたちょっと面白くないなと思ったら DM ちょうだいって言って、うんうんうん、そしたらその子が、うんうん、それは七重さんが答えてくれますかって言うから、うん、うんって言った結局答えます。結局かわいい男の子からの質問だったら、ね、かわいい男の子からの質問は答えるけど、うん、40以上の男性陣からの質問には私が答えます。あ、でもね、すっごい長い流れ星見たんですよ。あ、そう、すごかったよ、本当に。そんな話しないんですか。そうそう、そんな話しないと。あれ、秒数で言ったら2秒ぐらい、もうちょっとあったかな、体感。もっとじゃないかな。じゃみんな見れたんじゃないですか。みんな見れた。なかなか流れ星ってね、うん、あーって言った時にも見えなくなってるじゃないですか。あーって言って、見ても間に合ってる人もいたぐらい。そうそうそう、すごかった。でね、それ日本全国でやっぱ見れてたらしくて、はいはいはい、僕の方にも、今日流れ星すごいのありましたよねって来てて、うん、そうそう、あったよねっていう話を何人かのお客様とさせてもらってたけど。はいはいはい、この長さって何が関係してるんですかね、大きさなんですかね。まあ大きさだよね。やっぱ流れ星2ミリぐらいで入ってくるのはピュッてすぐ流れちゃうけど、多分ちょっと大きめだったんじゃないかなと思いますけどね。すごいね、時速25万キロというとんでもないスピードで、だから何キロぐらいな、ね、とんでもない距離をバーって移動してたんじゃないかなと思いますけど。でその後俺らね、これ豪華なんだけど、はい、七重さんの解説のもと俺一人だけで星空の鑑賞イベントをいつもやってもらうんですよ。解説しました。解説してくれるんですよ。なんか多くは語らない解説だから、うんうん、終わった後にピークが来るからちょっと移動して、でまあね、お忙しい七重さんですけれども、うん、ちょっとじゃあ見ましょうかってなって、はい、やっぱ怖いじゃん暗いところって。だから一人だとちょっと心細いんだよ私。あ、そういうこと。マジさんが。そういうこと。だからなんかちょっと食べ物買って飲み物買って行って、うん、で見てたらまあ流れる。へえ。だから3時4時ぐらいまで見てたのかな。なんだかんだ今年は真夜中やらなかったんで、へーってあれ、もうちょっと早かった。そんなに長くなかった。家帰って4時ぐらいだったから、もう分かんない。これ一人で見てたんだと思って。もう分かんない。イベントもねずっと続いてて、声ももう今日もね変なになってますけど、うん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 、でそれで見てて、だから3時までは見てたよね、家帰って4時だから。家帰ったのが3時でした。私嘘つけ。俺じゃあ時空歪んだのか。俺多分違う人と見てたんじゃない。怖っ。髪の長い同じ七重さんが幽霊に間違われた話をまたどこかで、ね、そう見てました、うん、でそしてやっぱさ、うん、ヒュンヒュン流れるから、はいはい、おーって言うの。そしたら七重さんさ、ここ二人きりの時よ、で七重さんがいろいろと流れ星の色のこととかをポロって言うの、うんうん、それがねやっぱ俺はバッて解説するじゃん、お客さん多い時間帯だから、うん、でもあこれいいなと思ってね、なんかポロンって出てくるのが、はいはいはい、ああそうかと思いながら見ると、ああそう本当にそう見えるみたいなね、うんうんうん、流れ星の色の話とか、そうそういう全然そんなと思って、ね、色ってまず概念がなかったので、ああなるんだな。七重解説員からすると、うん、まあねそうじゃないよっていう星マニアの方もいるかもしれませんけど、ペルセウス座流星群、夏の流星群は緑色に輝くことが多い、うんうん、で本当にそれで緑が2個続けてきて、でピュッて流れた後にシューってなんか煙みたいのが出るんで、うん、大きい流れ星って流星コンって言うんだけど、跡って書いてね、でそれがねシュッっていうのがね、うわーと思って俺おーおーってずっと言ってもうなんかマジでずっと言ってた。おおーとかおーってなんかお以外出てこない、50個あるじゃん。ひらがなってもお以外使うことができなくて、しかも小声でね、結構なんかね大声で言ってもね、だからそれ七井さんさずっと無言なんだよ。でなんでのずっとか3個ぐらい中にもビャンビャンビャンってきて、俺おおってなるじゃん。で見たって聞いたの、そしたらなんか見たって聞いた、一応ね聞こうと思っても邪魔しないようにしないと気づいてないんかなと思ったから、見たって言ったら、そしたらはい、私そんなに視野狭くないんで。そう。でも見逃してると思って、ね。でもなんかそれでさ、なんかさちょっとマウント取ってくるんだよ。でも本番中だよね。ここで問題なのは本番中めっちゃその 2.5 秒3秒ぐらいブワーってね流れた長い流れ星見た時、は私皆さんに見てほしいっていう思いも
あちょっとはあったけど、でもめっちゃ声出ましたよっていう風に、なんかうわーってそう叫んだって言ってたの。で、その時俺どうなってたかっていうと、その時もう俺声出なかった、全然全然声出なくて、でそううわーなんかもう俺もうその後鳥肌立って何もちょっと喋れなくなって。お客さんから小声であのそのちっちゃい子から、うん、マシマシって言われて、おおっつって時が止まっちゃったんです、ね、時止まった。あんな長いのなんて俺本当にもう、うん、多分あれをあんな長いのなんて一回見たことあるかどうかのレベルだった、すごいですね。そうそうそう、すごかった、うん、いつものお客さんの方見てるから俺見逃しちゃうことも多いんだけど、でもあれはねすごかったなぁと、うん、ちょうど俺がねあの案内してる方角で流れてくれて、はい、そうそうそう、そんなのね、うん、見えてましたね、そうそう。で、うん、あ何分あんの、あと、うん、もう終わりか、そろそろ終わりだ、そうだ、そう結構いいな何やろうかなって、これ虫が出た時にも七重さんは声出さなくて、俺はちっちゃい虫なのにうわーって言って踏み潰すっていう話をしようかなと思ったんだけど、そんなことよりも今日お伝えすべきは、あ、そっか、放送とずれるんだ、あ、そっかそっか、でもツイキャス見てくれてる方もいるのかな、あの今日の夜中だよね、うんうん、明け方14から15にかけてのとんでもないこと起きる空で、あの惑星の接近、占い師たちがなんかもう多分そわそわしてるはず。今日やばいやばいやばい。地球がやばいってことですか。地球がやばい、あの火星と木星が近づくんだよ。へー、見かけ上よ、うん、あの奥行きがあるから実際はだけど、地球から見た時に本当に近づくの。だから満月よりも狭い中に2つの惑星が入るの。でこれってあの土星と木星の時ね、私めちゃくちゃテンション上がったりして、はい、ゴーって呼ばれるコンジャクションっていうのが占い師たちは言うけど、あのそれに近しい大接近っていうのが今日、うん、11時何分12時前後に本当起きるんだけど、その後じゃないと見れなくて、全国的にはあれだけど沖縄は南にあるから監視しやすいんだよ、はい、だからそう今日はね本当に空見た方がいい。で流れ星もまだ残ってるし、その木星と、うん、だから東の空か、1時ぐらいに東の空見ると、うん、はい、あの火星と木星が綺麗に輝いていて、上にはあのスバルがあるよっていうとんでもなくいい空なので、はい、しばらくねこの放送のタイミングでも近い位置にあるので、はい、ぜひあの今もうこんなラジオ止めて外出て、はいはい、東の空見てください。なるほど、そう占い師たちそれを見ると縁起がいいって絶対言うはずだからね、俺も見ようかなと思ってます。はい、はい、ということで今日エンディングテーマ彗星じゃなくて、はい、あれピーちゃんの方でお願い、じゃあピーマル様の、はい、歌ってみたのなんだっけ、木星の B とか、はい、で、木星を感じながら、歌詞も聞いてもらえればと思います。それでは皆さんまた来週。来週どこだカメラ、ここですね、あこれか、あこれなの、俺どこかなと思って。そう。怖い話やってたの今日。あ、わかんないですね。それは。あ、こっちでは聞こえるんだ。聞こえね。よし、お疲れ様。お疲れ様でした。